い、どうもピオキングです。今日もトロールコース一発マリオやっていきますか。今日のトロールコースザ・ロストプレゼンツということで、なくしたプレゼントたちということでしょうか。いやまだ気は早いけど、クリスマスプレゼントとか欲しいね。大人になるとそういうのってあんまりないじゃん。でも経済的に余裕ができちゃうから、自分で自分のクリスマスプレゼントを買うみたいなよくある話だと思います。まあでも僕はみんなから毎日プレゼントをもらってるから、正直満たされてます。再生数というな。さっさと始めろ。そんな良くない話はあまりすんなそれじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.72%。 いやどんな感じの停止とか気になるね。ゴールした時にプレゼントを見つけれたっていう感じになるのかな。それじゃあなくしたプレゼント見つけに行くでございますわクッパさん、忘れ物ですよ。これ誰かにお届けするプレゼントなんじゃないんですか。開幕バレー。またクッパを雑に扱いやがって。クッパはラスボスなんだよ。もうちょっと丁重に扱ってあげないと。じゃあバネに乗って上に行く。そんでハテナを叩いてすぐ左に逃げてみようか。そしたらなんか右ヒットっぽいね。このバネを下に落とせってこと。上に行く前にやらないけんのかな。でもまだワンチャンあるよ。一つ50コインの方に行けば行けるんだ。あの世へね。はい、僕はもう全てを理解しました。このバネを持ってこの矢印の下に投げれば何かが変わるんでしょう。キノコ様。ピョキングはね、頭パンパンカパン、このねキノコを手に入れてゆく。このバネは持っていくのかい。隠しブロックに邪魔されたけど、ここで上を失敗。そしたら天国。そろそろ僕歌手デビューをしたいと思います。皆さん聞いてください、僕の歌を。パラパン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 パラパンパンパラパン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 。なにこっち違うでしょ。今レイトが出てきたってことは、今何も歌詞が思い浮かばなかった。これ挟まれてやられろっていうことなんかな。あ、それかハテナの中に何か出てくるとかそういう感じ。これ挟まれて、いや挟まれて、いや挟まれると多分、いや無理だねっていうことは、ハテナの中何かあるんじゃない。はよ出てこか。じゃあここはリフトが通り過ぎて右に進めるっていうことだね。最初ブロック叩いてみようか。なんもない。ということはこれはアイテムか。大体想像してなかったよ。じゃあここは右に進んで、絶対この砲台何か来ると思う。あの砲台の武器は P だけじゃないはずだ。動画の撮れた子を考えて何かを用意しておけ。いいよ、何か来そうで来ないパターンのやつ。僕結構期待してるんだからね。はっ、そういや最近コメントでさ、ピオキングさんのキャーはどっから出てるんですかというコメントがあったんだけど、ただの裏声だよ。あーあーっていうのとは、あーあーあー、この裏声を高くしてるだけ。キャーみたいな感じで、ここはすぐ左を出発。だからみんなも真似してその声を出してみて、そしてその声を録音して僕に DM で送りつけてきて。じゃあここは左に行けば、あ、なんか上見えるね。ここ P ブロック隠してるじゃんか。アイテムなんだろ。ほら、絶対アイテムと思ったね。隠し方が怪しすぎるもん。じゃあオンオフをして、一旦あのツタに捕まっておく。絶対何が出てくると思う。ほら、危ねえなあいついや違うんだって。絶対あの土管ブラパと思わなかった。まさか放たれてブロスが落ちてくるとか思わなかったね。じゃあこのまま先進んで、そろそろ中間ポイントがあってもいいんじゃないの。なんかまずい予感がするな。上から何が降ってくるの。だが今ので分かった。ここに一度バネを置く。そしてキノコを入手して、もう一回バネが出てくるでしょう。このバネも左に落とせば何かが変わるみたいな。なるほどね。いやそれは分かんない。それも分かんない。チビで行こう。そしたらあのブロックが抜けれるっていう感じでしょう。え、中間ポイント何くらい。あ、この下中間ポイントあるよきっと。絶対そう。なんで足場あんのか。落ちることを期待したよ実は僕。ガーってかガーってか言う準備してたのさ。中間ポイントゲット。あ、ここピンコインコースか。今気づいた。え、どっから行こう。とりあえず左のこの土管から入っていくね。さあどんなピンコインコースを見せてくれるんでしょうか。いい具合にハマったな。
じゃあここは何もしないでおこうか。あ、そしたら先に進めるんだね。そして音符を踏んで右上に行けと。次は絶対何か来る。次こそは何か来るだろう。いや満足だね、ちゃんと来てくれて。ここは上を失敗しとってツタに捕まるっていう感じだね。またお前か。このコース砲台の中によく何かを隠してるからダッシュボタンを押さないのが基地だね。でも一旦持ってみようか。一旦持って P スイッチを押せば何か変わる。ダッコアンドよ。だが僕は諦めない。絶対にこの P スイッチを踏んで進む。そしたら何か変わることが起きるんじゃないのか。投稿者各地みたいなさ、 P スイッチのここで魚が抜けたな。ザコは引っ込んでる。ハテナを畳んだ瞬間すぐ左に逃げる。そして魚をかわして唇植物も無事撃破できましたと。テレレテテテー、ピオキンがレベル2下がりました。おいおい、これ楽しそうだな。何が起きるんだこれは。後で右に急に来るとかそんな罠を期待してるぜ。ここはキノコを取って、あっ、いや全然全然ナイス。キノコ、このキノコがなかったら危なかったね。じゃあここでチビになって右にシャーっと行こうか。そしてここは、この先すべくない。なんか今上にパウあったけど、え、あのパウ取れんくなかった。あ、パウ上にあるね。じゃあここでキノコを取って、いつのタイミングでパウが変わるんだろう。まだ変わってないね。じゃあこのまま進んだら大丈夫。あ、大丈夫なんだ。さっきなんで、え、あー、上のメカクッパか。上のメカクッパにピン押されてたんだね。そしてこのまま右に進めばピンコインが回収できて次の場所に進めると。これは何、なんもないのか。じゃあ次の場所進んでいくよ。中間ポイントもゲットしました。さあ戻っていきますか。はい、それじゃあ次は赤の土管だね。これで一応最後になるみたい。もう次ピンコイン手に入れたら鍵のあのところ行けるもんね。そしてここは左の P を取らなくちゃいけなかったの。これ抜けてないかな。リバース飛び破り、あ、左 P 来てるよ。これワンチャンいけるんじゃないの。この赤の場所で待つ。そして P スイッチを踏んだ瞬間すぐ左に逃げ、この赤の場所で何もしないでいいのかな。あ、これでかぶれるんだ。ナイス、命中率だね。バネたまにはいいことするじゃねえか。邪魔すんな。ピッチャー何かを考えてるようだ。球種ですかね。おーっと決まりました。ピッチャー第1球自分。そしてこのままジャンプして左、いや右か。このキノコを取っていけばいいのか。そして左に行けませんですわ。どんだけ。いや久しぶりにピッコさんが出てきたね。この四角の枠でいいのかな。あー、なるほど、こっちにキノコが出るのか。いや、ここ上すげえジャンプしてるけどやめておこう。で、こっから上に抜けていく。うわー、どうだろうね、これ本当にキノコ出るのか。カエル様、当たった瞬間すぐジャンプしてみる。めちゃめちゃ気になる。なんもないのか。そしてここはジャンプした瞬間すぐカエルを取って上に行けと。このカエルをなくしていくのが正解だと思うんだけどな。どうなんだろう、チビになっていく。多分そのためにあるんだよこのブロック。絶対そうだと思う。そうじゃないとブロックに挟まれるパターンだね。ほら来た。さあ10個に信用していいのか。じゃ一旦キノコを取って。何やってんのなあ。おすすめくなったやんか。いや、キノコが手に入れれてるってことは、これバネの。じゃあここはキノコを手に入れる前に上に行けってことかな。手に入れたら、あー、やっぱりね、手に入れたらダメなんだ。そして右のブロックと左のブロックは何もない。左フラワーが隠されてんな。それほんとフラワーなのか。うん、いや、なんとなくそんなことだろうと思ってました。なに今の。なあ、なんだよ、何かをしてこいよ。何か降らせてくるとかさ。もっと僕を痛みつけろ。ただ今のところどうやっていくかなんだよな。あ、ここ上にキノコがあるのか。あ、分かった分かった。 P スイッチが鳴った瞬間左に逃げる。これでいいんじゃない。あー、これでキノコが取れて先に進めるのか。そして針地帯を渡ってどうしようか。上の土管に入るで合ってんのかな本当に。なあ、あのブロック何か出てきそうな予感がするぞ。頼む。バレー言うじゃねえか、砲台言うじゃねえか、一生やし。そんなに寄ってたかって人をいじめて楽しいか。最高だね僕は。じゃあここはすぐ右に行けと。そしてどうなるかなんだけど、多分ね、 P スイッチがなくなったら砲台が消えると思うんだよな。そしてあの土管に入れるみたいな。壊しすぎなんだよ。え、じゃあこれどうやっていくの。うわ、
こっからどうすればいいか全然わかんないぜ。あ、こうキノコくれるんだ。そしてすぐ右に逃げればいいっていうことでしょ。あー、なるほどね。これで砲台がいなくなってドッスンの上に乗って土管に入れっていう感じなんかな。それで合ってると思います。あ、全然いい全然いい。でチビになるでしょ。そしてこの無敵時間を利用して土管に入る。絶対これで合ってるよ。さあこれでピンコインゲットだね。あ、焦った。ごめん。優しい、あのブロック。これ羊って書いてんのかな、右下。なんか漢字の羊っていう風に見えない。さあこれで中間ポイント取ってラストの土管行きますか。土管じゃない、ピンクコインのドアね。そろそろこれでゴールさせてくれるんじゃない。さあどうなんですかね。バカ、え、もう一回集め直したか。そんなのないよね。やった、ありがてー。鍵手に入れさせてくれました。ただ太陽の行ける位置が分かってない。何もしない。逃げた。左に行けば逃げれる。そしてこのまま右に行ったらここ隠しブロックあるよな、きっと。分かってんだ。そしてここはないということは右にちょいちょい。絶対ゴールする。もうこれでゴールし、絶対次でゴールする。もうやったっていう準備しかできてないからね。一旦ここで出す。そしてここでジャンプすれば、やったあれがプレゼントなんだろうね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。クリボー伝説最強のクリボー軍団ということで、まあサムネを見る感じで坂にクリボーを何体か設置しているだけのコースだと思います。だがしかしそれだけなのにクリア率がめちゃめちゃ低い。この低クリア率なら本当に最強のクリボー軍団と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.38%。 まあ最速が8秒だったから10秒以内にクリアしろみたいな。そしてクリボーもう25体倒してからゴールね。え、10秒で25体のクリボーって倒せるんかな。あ、とりあえず普通に振り切ってみよう。いや違うんだって。ちゃんと踏んでいこう。このクリボー踏むだけだったらそんなに難しくはないはずだから。で10秒以内に本当に25体のクリボーを倒せるんかなと思うんだけど。あ、ちょっと間空いてるわけね。あー、なるほど。リズムを狂わせる感じだね。だがちょっとの隙間を空けたぐらいでリズムを狂わそうと思っているならそれは制作者お門違いだぞ。僕が今までどれだけたくさんのクリボーを倒してきたと思ってんの。これは一旦じゃないんですか。一発割りの名人だ。やばい、上手すぎて鳥肌は立ってないけど、どうしよう、尺が足んないかも。他のやってく？なんかこのコースすごい気持ちよさそうなんでやっていきたいと思います。なあ、コインの通りに行けばクリアできるっていうコースだと思うんだけど、クリア率が 3% だったからさ、まず一発でクリアできると思うよ。まあ今までのがオープニングだね。トロールコースも一発マリオも含めて。なんだオープニングって。もう終盤なんだよ。でさっきここさ急に逆になったからちょっと焦ったんだよね。まあそれを言い訳にしてこのまま進んでいきます。次は絶対ゴールできると思うよ。クリアル 3%、 僕にとって脅威はなし。もう最後だけでよくない？最後のピョンって飛ぶところだけまでカットしておくない？もうここ3回目ぐらいでしょ、見せるの。もうこれ必要あるのかなって思うんだけど。でもさ、マリオメーカーやってる方って最初から最後まで見せる感じあるじゃん。僕もそれに乗っ取っていこうかなと。ここは A ボタンを押しっぱでゴールできるっていう感じか。気持ちいいこのコース。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。